こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりました。本当に一番食うのはハイジだということをみんなに分からせようのコーナーでございます。というわけで私、なんと昨日ケンタッキーフライドチキンの食べ放題に行ってきまして、そこでチキンを9本食いました。そんでその日の夜のコンマ2センチ竹永からのメール、こちらをまず見てください。22時36分、本日はお疲れ様でした。今までうちで寝込んでました。今も死ぬほど気持ち悪い。はい、苦しんでますね。そんでついさっき来ましたガリット中福島さんからのメール見てください。15時31分、未だ強烈な胃もたれ中。今日はご飯を食べれそうにない。そういうわけでみんな相当やられてます。そんな中、私今日はなんとこちらラーメン屋に足を運んでみました。本丸亭さんという、なんかね、すんごいね、塩にもかかわらず出汁の効いた味のしっかりした美味しいラーメンを食べさせてくれるお店なんだそうです。店構えがね、おしゃれなんですよね。どうですかこれ、本丸塩ラーメン行ってみましょうか、ね、まずはスタンダードで。というわけでケンタッキー乱れ食い翌日にラーメン屋に突撃するハイジー、早くもテンションマックス。すると壁にこんな張り紙が、ミニマンマ丼、食べると絶対ハマります。マジでか。やってきました、本丸塩ラーメン。これは美味しそう。もうやばい、もうスープキラキラ。何これ、もう美味しそうすぎてわけわかんなくなって、チャーシューにスープかけちゃった。これ何してんのこれ、チャーシューにスープかけちゃってんの俺。しっかりした味のくせに昨日のケンタッキーを忘れさせる優しさも持ち合わせた極上のスープ。麺とチャーシューを高速でバウンドさせて口に放り込んで、うん、まこれはもう笑っちゃうくらいうまい。おかわりするかって聞かれたら、まあ昨日のこともあるし、そこまではまあ勘弁だけど、でもそういえばミニまんま丼頼んでたんだった、来ちゃったよこれ。肉とかは今日はもうあんまいいかなって思ってたんだけど、とりあえずキムチだけ、うま、米粒うま。ハイジです。ただいま夜中の2時でこの動画を編集していたところなのですが、今回ね、この動画の中で紙のエプロン、見せてもらった紙のエプロンをつけながらご飯を食べていって、その後に紙のエプロンを外さずにお会計を済まして、そのまま外に出て、外でも紙のエプロンをつけたまんまウーロン茶飲みながら、うん、どうだ俺大食いだっただろうみたいなことを皆さんに言うっていう、まあ、ボケのシーンがあったのですが、何かしらの不手際でそれが取れてませんでした。はっきり言ってその辺のシーンがないとなると、今回の動画相当しょうもないです、うん、それは分かってる。ラーメンはマジで美味しかったからそれを伝えたかったんですけど、もうこの名作劇場っていうのは、まあ美味しさも込みでね、美味しさはまあ伝えるのは当然として、それ以外のおつまみとしてちょっとしたほんわかしたお笑いも足したいっていうチャンネルなんですよね。でまあはっきり言って、さっきの小さい米粒食うだけで終わってたら、なんか自分の中では相当な消化不良というかね、なんだこのしょうもない動画ってどうしてもなっちゃうんですよね。実際なっちゃったんです、今回。ただ皆さんに言っときたいのは、ちゃんと本当はそういうボケがありましたよ。だから今回の動画面白かったです。